きな拍手でお迎えください。皆さんこんにちは、東京都調布市柴崎からやってまいりました、狛犬のキャラクターの柴崎咲と言います。猫っぽく見えるんですけれど狛犬なんです。でなんか足とか背中についてる羽っぽいのは狛犬の巻毛なんですね。で柴崎っていうこの地名にちなんで、柴犬タイプの狛犬にやってます。で調布ってどんなところかっていうのをちょっと説明させていただく と、このスカイツリーの押し上げのあたりから、ちょうど1時間ぐらい電車で1時間ぐらいのところですね、多摩エリアの東側に位置するところです。東京では、浅草寺に続く仮殺の深大寺というお寺があって、そこの深大寺そばっていうのが名産品となっております。でまた、味の素スタジアムっていう大きなサッカーのスタジアムがあったりします。でさきちゃんの地元には、リクシリアーズというアメフトのすごい強いチームがあったりして、スポーツも盛んなところです。あとは映画の街調布として最近結構売り出しておりまして、ガメラとかの、大映角川大映の撮影所とか大きな映画関係の撮影所があったりして、さきちゃんも、去年は調布観光フェスティバルという地元の祭りでガメラ対柴崎さきというのでプロレスをやって勝ったりしました。あとは調布の説明はこんなもんなんですけれど、今回ここに参加させていただいたのは、ここの地元のキャラクターさんの、おしなり商店街のおしなりくんとすごく駆け出しの頃から仲良くさせていただいてて、でそのご縁があって参加させてもらいました。特にさきちゃんは公認とかそういう感じじゃなくて華々しくデビューしたわけではないんですけれど、いろんな場所に行っていろんなイベントに出かけてその地域のキャラクターさんたちと交流していきながら、地元のいいところを知ってもらったりまた行った先のいいところを知って、地元に持ち帰ってみんなに話したりして、交流を深めながら、活動の場所を増やしているというようなキャラクターです。調布もなんか昔というか単に2年くらい前なんですけれど、ゆるキャラのイベントとかもあまりなかったんですけれど、最近結構理解も深まっていきまして、ゆるキャライベントを結構開いてくれるようになったんで、もし調布の方でもそういうイベントでさきちゃんが出るっていうような時がありましたら、ぜひぜひ、遊びに来ていただければと思います。今日は、暑いですけれど、どっかでまたお会いできましたらよろしくお願いします。12時から、浅草通りの特設ステージでまたステージがありますので、どうぞ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。お兄さんこっち助けてって顔で見たでしょ。もうお兄さんナイーブな方なんでね、向こうちょっとモーターがすごい音がしてるで、お兄さん喋ってるってもうお兄さんもっともっとアピールしなきゃダメよ。もっともっとそうそうマイクも口に近づけてみんなにちゃんと聞こえるようにね。さきちゃん頑張ってるんだから。そうよ、そうなんですよね。そうよ、さきちゃんは一生懸命今日頑張ってこんな素敵なバッグだって見せびらかしに来たんだから。そうそう、ファンの方がいらっしゃってね。そうです、なんか誕生日会開いた時があって、はい、その時はファンの方が作って持ってく来てくださいました。ねえ、こんな可愛い。さきちゃん後ろに羽もついてるのね。これ巻毛ですね。巻毛、はい失礼いたしました。あ、羽なのかと、もうちょっと可愛いから天使さんみたいなイメージなのかと思ったら、うん、巻毛
そうですね。猫、猫ですよ。猫じゃない。ここまで言うもうちゃんと聞いとけって話ですよ。俺らごめんね、モーターで何にも聞こえなかった。あ、狛犬。はい、さきちゃん、狛犬だったの。だからここ、はい、こういう感じで。そうですね。ああ。